はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイナルファンタジーブレイブエクスバイス続きからやっていきたいと思います。で、まあ、精霊の塔行く前にちょっとクエストレポートを3件受け負い中ということになってるんで、この3件をちょっとやりましょう。まず木材を5個納品するっていうのと、これはなんか防具屋の店員の頼みで商品を作るための素材を探すことになったラティウスの森で集めてこようということで、であと手帳の行方を探す、なんか手帳なくしちゃったみたいなんで、町の人の話を聞いてみようということで、多分これは町で完結するのかな。とあと、まあ前々から出てるウーフ討伐戦ですね、ということなんで、でまず手帳の、行方を探すと報酬としてケアルのレシピがもらえるみたいなんで、まずこれをちょっとねやっていきたいと思います。ワールドに行って、まあ、ミトラの町と、でここで、まあ、話を聞きながら手帳を探す。そうで、移動方法をこれにしました。このクリ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 ってやるやつに。じゃあちょっと町の人に話を聞きますか。普通だな。やっぱりね、移動が遅いっすね。移動がもっとタタ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 と歩いて走ってもらいたい。むしろゲッ、ブロンズナックルとか言ってこんなとこに落っこってんのかよ。こいつがちょっと何か知ってそうですね。手帳？俺は見かけてないよ。この辺りを遊び場にしている坊主がいるから聞いてみなよ。いつも兵士たちの詰め所の近くにいるはずだ。なるほど。じゃあちょっと行くか。兵士の詰め所だったら町メニューから。駐屯所ってことだよね。こいつかな？手帳？あの変なノートのこと？うん、僕、海辺で拾ったよ。そこの詰め所の兵士さんに届けたんだ。難しい言葉がたくさん書いてあって、僕には全然読めなかったんだ。人の手帳を勝手に見るな。まあ子供だからしょうがないか。手帳をよこせ。異常ありません。手帳をよこせ。俺もいつか出世して。じゃねえよ。手帳をよこせ。ええ、少年が届けてくれた手帳ならこちらで保管してあります。ああ、あの女性のものでしたか。どうしてあんな気味の悪いものを。マジで。持ち主には自分で取りに来るように伝えてくれませんか。俺はもう二度とあの手帳を触りたくないんです。あの黒魔術的なものが書いてあるのかな。それともなんか宗教的なものが。見た感じ普通の女性なのにこいつっす。手帳が見つかったの？そう、詰め所に届けられていたのね。え、手帳の中身？レシピよ。タコ料理のレシピ。あんなに美味しいのにこの辺ではまずいって食べないの。あの手帳がないと料理ができなくて困っていたのよ。本当にありがとう。これは約束のお礼よ。よーし、クエストコンプリート。ケアルのレシピ、これクルルに装備させたいな。ってか装備させられるの？なんでメニューでちょっとホームってどこに戻るんだっけ。あ、ここだよね。アビリティで作成する。ケアル、材料不足。材料が足んねえっす。何が足りないんだ。光の結晶と連焼石一個も持ってねえし。マジかー、ショックだー。じゃあ次行きましょう。ラティウスの森、ここで木材を集めると。体力消費があるな。木材なんかね、2個3個持ってたんですよね。もうこれは全員レインだな。じゃあこれでいいや。出発。ポーションもね、100円するんすよ。めっちゃ高い。
まあ、このちょっとコントローラーみたいな感じのやつにしたけど、まあ、動きやすくはないっすね。おお、ここの敵弱えな、もう。2体倒せる。1ターンで。あ、ちょっと何手に入れたか見てないわ。ちょっとそれも重要だったか。これマップに宝箱って表示されたっけ？宝箱そのものが。いや、表示されないっぽいな。こいつも行ったんで。ああ、全然ダメだ。半分くらい残っちゃったな。ちょっとダメージは意外に食らう。これは肉っぽいな。一応ここもチェックしていきましょう。ない。あれ、こっち隠し通路的なものになってるじゃないか。何にも意味なかったけど。宝箱は。おお、木綿のローブ。これは後でクルルあたりに装備させるか。レア1のやつはもうどうでもいいっす。もう全部余り物。わ、こっち行けない。これは？おお、木材、木材。でもまだ足んねえな。左下の宝箱。これを取りたい。こっちから。右から回る感じか、それとも。ここに木材があれば。ない。 あ、あとすげえいっぱい手に入れた。これで木材そのものはたまりましたね。あとはあそこの宝箱とか絶対鍵かかってるし、もう一つの宝箱欲しかったけどな。もうちょい上にあるな。探索をしますか。羽根付き帽子のレシピ。よーし。ここは？おお、結晶。ケアルが先にね、作りたいんですよね、ケアルが。ロット。ロットはクルルにあげようかな。そうすると。こっちの方とか、あ、そっか、いけないか。あとはちょっと1個宝箱な。取ってないのがあるんだけど、それが気になる。おお、すげえ、スタークォーツ。しかもこれ取れたし。鍵持ってないけど。こっから下には行けないか。行けないな。おお、またスタークオーツ。何に使うんだ、このスタークオーツって。敵の気配がする。先に進みますか。はい。またボス戦かな、そうすると。最後の最後に絶対宝箱があるな。また倒したらどうせ 戻りますかとか聞いてくるんでしょ。オチューじゃないか。まだ出てくんのか、君たちは。トロンのヒットポイントはね、ちょっとまずいんですよね。リージェネかけましょう。で、あとはもう普通に攻撃。おお、トロンか。いや、マジでやばい。クルルも
サンダーで行こう。で、コチューを全員排除したら、必殺技を使っていこう。よし、これはもうダメージプラスだな。1000。フレイムソード。ファイヤー。サンダー。こいつは?ファイヤービーム。レーザーブラスター。こっちの方が強いのかな?そうか。フレンドじゃないから使えないと。ほい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 っと。おー、やっぱりウィークネスになってるな。おー、結構食らう。これで押し切れる?命の見積もりを誤った。殺せなかった。今度こそ、終わりだ。よーし。まあ、一回倒した敵ですからね。しかも人数増えてるし。戦闘に勝利した。このまま探索を続けますか?いや、続けるってだから。目の前に宝箱が置いてあるのに。おお、しかも連勝石手に入れたよ。これ、もう、KR 作れるんじゃない?戻ると。ダンジョンクリア。83円の424。経験値は結構入ったな。でも誰もレベルが上がらない。これは戻って、まあ報告しましょう。防具屋の人っすね。なんで待ちメニューからもう防具屋に飛んで、でなんか後ろから話しかけるんですよね。あ、もしかしてそれは木材を渡しますか。はい、助かります。これだけ集めるのは苦労したでしょう。あんまり苦労はしてないけどね。これを受け取ってください。お礼の気持ちです。シルクのローブ、よーし。じゃあちょっとメニューでクルルっすね。クルルの装備をまず右手に。ロット装備できません。マジで。じゃあしょうがない、このロットはあいつにあげるか。木綿のローブとシルクのローブだったら、シルクのローブの方が強いですね。なんでシルクのローブつけて。アクセとかなんかあんの?ないよね。じゃあクルルはちょっとまだこれで。じゃあこいつ名前がわからん。トロンか。トロンはロット。おー、魔法10上がんのか。それは結構いいな。で、体、この木綿のローブが余ってるから、これも上げちゃいましょう。ティナがね、そういえば、そうすると多分、何も装備してないんだよね。そのブロードナイフ以外な。ブロンズナイフか。装備できるね。物がね、これ二刀流できんだ。でも二刀流して、忍者とかじゃない限りは攻撃力下がる可能性があるからな。まあ、ちょっとティナはブロンズナイフで頑張ってもらおう。ちょ、なんで魔導に乗ってんのになんでブロンズナイフなんだろうな。そこがわからないな。じゃあ、あともう一件クエストを請け負ってるんで、ウルフ退治ですね。結局最後になっちゃったけど。これは洞窟行ってウルフをぶっ倒してればいいのかな、ただ。ダルナキア洞窟の探索。同行者は、まあ、強い人がいいかな、そうすると。584が今のところ一番ヒットポイントだ。もうヒットポイントしか見ないっす。584。この人を連れていきましょう。ほい。じゃあまたちょっと探索しますか。で、ここに宝箱と。おお、川の盾。装備が手に入ってくれるのはありがたいですね。こっち行けねえし、崖になってんのか。ちょっと回り込んでいきますか。
お、木槌のレシピ。木槌って誰だ、装備すんの。おお、ブーメランをゲット。ブーメランこれ全体攻撃だったらな、だいぶ役立つんだけどな。そういうシステムはあるのかな。これ系の宝箱は取れないですね。鍵がかかっているようだ。この色してるやつだな、なんか。また鍵を手に入れたら、こういうの覚えとかないとね、いけないですからね。敵の気配がする。先に進みますか。はい。例によって宝箱。もう宝箱の目の前じゃないか。で、ちなみにね、もうティナがね、死んでます。結構集中攻撃ね、食らうとね、やられちゃうんで、まあ、あとはちょっとオートでいいかな。この敵が多い時の攻撃が結構きつい。おお。トロンもやばいな。おわ、なんでゴブリンガードを狙い出してんだ。ちょっと待って、先にゴブリンを始末しろ。ダメージを食らうんだから。あー、リジに切れたな。3回か。クルルのリミットが溜まる前に、あ、間違えた。ゴブリンガード、ゴブリンガードじゃなくてゴブリン倒せるか、この人数で。うわー、残るよやっぱり。うおー、10、マジでやばい。まだリミットも使えないし。溜まった、弓頼むぞ。死んだ。これね、めっちゃ集中攻撃してくるんですよね。まあここは本気でいきましょう。これは、そう、こいつは使えないと。もうだってあとゴリ押すしかやることがないぞ。スケットレインを狙ってくれれば。全然減らないな。96。まあただ負けることはないな、この調子でいけば。死亡者は出たとしても、次のターンで倒せるか。よーし、倒した。オッケー。てかさ、ウルフ5体倒したか俺。それがわからん。でも結構今瀕死だからな、一回戻りたいっていうのがあるんで。戦闘に処理した。この宝箱を取っていきましょう。
水の指輪。お、なんだろう。まあ、ダンジョンクリアしたのはいいけどさ、ウルフ5体なかなかね、ウルフ見かけなかった気がするんですよね。おー、経験値めっちゃ手に入ったな。トーン、よし。お、全員上がった。あ、そうだそうだ、ケアル作んないと。ケアルがあれば多分だいぶ楽になると思うんで、ホームからアビリティの、あれ、まだ足りない。何が足りない。光の結晶か。ダメだ、光の結晶がどこにあるのかわかんない。ブリザードが作れる。でもな、この連勝石っていうのがね、1個しか持ってないからな。これケアルに使いたいんですよね。なんでちょっと、じゃあこれはこのまま置いときましょう。ウルフ10体か、5体じゃなかった。で、7体しか倒してないから、ちょっともう一回行かないといけないですね。じゃあ、ちょっと、次回は倒したところから、やって、精霊の塔を攻略していきたいと思いますので、今回はこれで終了したいと思います。